さん、こんにちは。2023年、9月の2日、20時8分、日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。一応ちょっと、今日の日付でどれぐらい僕は YouTube にアップロードしていて、どれぐらい撮影に行ってるかとかを見ていただいて、この日の僕のその頑張りとか見てもらった上でね、今から言う話を皆さん、現実受け止めてください、しっかりと。簡単にね、テレビ局と関わろうと思わないこと。勝手に関わってくるから、本当に。で、物事の状況とか説明します。自分からもしっかりと拒否しておきます。テレビで、下着以上とかの写真集出した人、僕は無理です。テレビに出ないでくださいって言います。それは各テレビ局の役員さんたち、分かっています。もう今さら知りませんは通用しないんですよ。で、一応うっすらとした記憶ですけども、小学1年生の頃、菅野美穂と同級生だったんですよ。神戸市兵庫区、東山町の東山小学校っていう学校で、その後夢の小学校っていう名称に変わってるんですけども、校舎ごと変わってるんですよ。で、今ちょっと顔が分かります？ここほうれい線。誰かのこと言っちゃダメって、違いますよ。全然話逆ですから。その頃はまだ普通だと思うんですよ。小学校1年生だから。その後、東山小学校、小学校2年生ぐらい、僕は小学校2年生ぐらいの頃にはいなくなってるんですよ。で、似たような名前で、もしかしたら、その親戚の人かもしれない、その小学校の先輩で、背の高い人で、菅野さんっていう人がいたんですよ。で、その人は中学生の頃、湊川中学校で同じ野球部で、お互い丸刈りなんですね。もうみんな全生徒、男子全員丸刈り。もう男女呼ぶと全然違うから。で、その、ベルセルクという漫画でガッツという主人公が出てきますけども、その人、菅野さんっていう人、あだ名がガッツっていうあだ名で、もう背丈もね、180何センチ、中学3年生の頃からあって、もう多分めちゃくちゃ早かったですよ、一人だけ。本当に。130半ばぐらい出てるんちゃうかと。まあ、多分プロ行くんちゃうかっていう話を、まあ、その学校内では、そういう話とかしてたんですけども、その、僕は左手首を小学生の頃に脱臼してるんですよ。で、ベルセルクの主人公のガッツって左腕ないでしょ。だから作者の人、そこまでもう僕も、その全部僕を利用してみんな金稼ぎしてたのかっていう風になって、僕も心情的にね。で、菅野美穂との連絡先なんかないですよ。いさにか万博の時とか働きに来ていましたけど、そんな写真集出してるって知らないから、こちらも。で、相手がどこの誰か分からない、テレビに出てるかどうか。働いてる人間分からないから。あんまりテレビ見ないから。パソコンとか持ってから、本当のこと分かるの。で、後から記憶がみんな戻ってくる方。小学1年生の頃に同級生だったなとか。無理だから。友達じゃないから無理。もうそういうことしたいけど、僕友達無理だから。本当に。結婚話うんぬんとか無理だから、本当に。だから、いや、だから、親族である菅野さん、プロ行けなかったのは、もしかしたら親戚でそういう人間を出したからプロ行けなかったのかもしれない。身体能力がものすごい高い人だったから、もう何でもすごかった。走っても、短距離も、長距離も、もうその人がダントツ、明らかに。本当に本当に。もう一人だけ全然違うストレート投げてたから、中学3年生でね、130長歩ぐらい、軟式ですけど。ただね、最後の夏の大会の時は、コントロールが乱れていて、もうフォアボールでの押し出しで点数取られてしまったんですよ。確か打たれて、で、点数は取られたことほぼなかったはずですよ、その人。
これ未来との時間軸はつながっての話あるでしょう。で、親戚でそういうヌード写真集をもし出したとしたとして、須賀野さんは神戸市にちゃんと残ってたんですよ。だからカンナなのか須賀野なのかわからないでしょ。で、本当は似たような名前の人いっぱいいるから、安易に物事決めちゃダメ、みんな。で、菅野さん、男性の菅野さんも、僕はもうフルネームの名前、そもそも覚えれてなかった、中学生の頃も。その頃、キャッチャーが上田さん、先輩で。その人も体結構鍛えてる方、体格良かったですね。背高くて。まあ、後輩だから、背が高く見えて、その菅野さんみたいに、菅野さん180半ばぐらいあったんじゃないですか、中学3年生で。わかんないですよ。しっかり覚えてないですか、身長まで。で、その、ベルセルクの話に戻りますけども、その僕と結婚話をした人間が、まあ、テレビ局のアナウンサーとかになったり、モデルになったりとか、女優、俳優とかいっぱい存在するでしょう。だからもう無理ありすぎるんですよ。で、誰も、阪神・淡路大震災の被災者である淡井圭介に直接誰かその寄付するわとかそういうことを言ってくれて渡してくれた人っていなかったはずなんですよ。口座にも振り込まれた形跡ありませんし、でみんなもともとお金ないんですよ。神戸市で阪神・淡路大震災が発生した時点で、その子僕17歳、だから菅野先輩は男性18歳だから社会人になりたてでしょ。いきなり会社の借金背負うのって、その年でもし就職してたらですよ。違う、その頃は高校3年生、菅野さん。一つ年上だったと思います。無理でしょ、みんな、状況的に。で、そういう風な漫画とかで利用されたのか、そもそもね、たまに思うんですよ。日本の漫画業界、あんまり売れてない雑誌まで増え始めたでしょ。海外の漫画混ざってます？週末のマリキューレって、あれ本当は中国の方が書いてません？昔も、ちゃんと中国人の人の書いた漫画ですっていうことで、漫画が日本の書店で出版されてたことあったんですよ。だからね、ベルセルクに関して、本当に日本人の方が書かれてますかっていう話にもなるんですよ。それちょっと裁判所教えてもらえますっていう話になるんですよ。で、その登場人物のあのベルセルクのストーリーが途中からすごいきついですよ。あのショックっていう話ね。あの話もガッツが人生めちゃめちゃなってるでしょ。いや、その菅野さんも何回かここ歩いたことあると思うんですよ。僕、後ろ姿だけ見たことあるんですよ。だから身長だけで言ったら、主人公ガッツなんですけども、手の手首、僕、脱臼。で、淡井圭介中心で、テレビ局のアナウンサーとか物事固められていたでしょう。もともとね、僕と近い年齢の人間は、僕と大体結婚前は14年をしてテレビに出てアナウンサーしてるんですよ。ほとんどの人間。もう、何十人か分からない。で、どこからどこまで本気なのかも分からないし、名前覚えれない。ちゃんと名前と住所、電話番号を教えて、その家まで連れて行ってくれんと、一人でそれ、住所見て、現場探しに行かなきゃなんないの、地図読めるようにならなきゃなんないの、阪神・淡路大震災の被災者、家屋全壊した人間が、交通費払ってって。無理、最初から。で、そもそもフルーツラーパークに働きに来ていたけども、フルーツラーパークの方でお金出しました。交通費。もう僕らはお金巻き上げられてた方だ、あの話になっても、僕もテレビ局に対してめちゃめちゃ怒ったことが何回かあって、で、ベルセルクもなしやっていうことになって、もうこんなめちゃくちゃな話、もう受け入れられへんわって、本当の話出てきたらどうすんのって。もう一回僕もね、もう作者死んだことにしますって、その安倍さんとかに相談して、高島彩も、そんな相談ごと持ち込まれても、髪の毛ほぼ染めたことなかったでしょう。
少なくとも淡井圭介の前では染めたことなかった。淡井圭介が働いている間に、フジテレビで勤務している時に髪の毛染めてたことがあったみたいですね。社会のこと分かんなくなったみたいで。だから僕は、ま、あのテレビのボタン消した後、高島屋が周りの人間から叱られたりしてたことがあったんですけども、正直ヒロミさんも髪の毛染めてるでしょ。話もむちゃくちゃなんですよね。で、もともとこの世の中はしっかりと管理ができてないんですよ。で、みんなバラバラに動いてるからまとまりがない。で、この辺のその建物を次々建ててる県とか、そういったところで作っては倒産して、作っては倒産してて、もう裁判所ももう破産法を受け入れちゃダメ。あなたがこさえた借金なんだか、あなたが働いて返しなさいで、建築業界とかで建物を解体とかきつい仕事を回した方がいい。で、それ世間に情報として出した方がいい。みんなの税金身勝手に使ってたらこうなりますよって。で、ある程度してからね、その、まあ、途中から言ったんですよ、ベルセルクに関して、もうエロシーン絶対なしって。で、ベルセルクが作者死んだことになるちょっと一歩手前で、かな、ベルセルクの作者の名前か本人が書いてるのか知りませんよ。その弟子とかが書き始めたのか、変な漫画書き始めたでしょ。無理無理その漫画って、すぐ止めたんです。で、止まりました。で、それも止まんなかったから作者死んだことにしたんですよ。もうこれ死んだことにしときますって。分かったでしょ、ベルセルクのスタッフの人。どちらが上か。原告の方が上。性被害者こちら。淡井圭介、殴られて両顎を割られた後、それがね、2008年かな。2008年、6月。そこのオートバックスの駐車場のところで、で、神戸大学附属病院に搬送されてるんですけども、そこで強制わいせつされてます。で、その触ってきた人間が子供の頃に不法侵入とかしてきた人間の可能性が高くて、朝鮮半島の人の可能性ありです。あくまでも可能性です。それもしっかり調査しなかったら、僕も子供の頃だから、親戚か弁護士さんか誰かが訴えてくれ、で、時計使ってるんですよ。現行法規とか現代日本法規の六法全書で収まりきれない法律の世界が現行法規、現代日本法規で、そういう経緯もあって、あとキャスカっていうキャラクターなんですけども、顔が結構変わってるでしょ。で、2003年に僕、ナルトのレッサンスリゾートホテルに働きに行った時に勤務していた田中っていう女性の社員の人だったと思うんですけど、もうね、名前ははっきり覚えてないんですよ、本当に。マネージャーのアリーさんは覚えてるんですよ。で、その人は実は警察官だったっていうことなんですよ。東京行った時に麻布警察署から、あんなところ一人で行ったらあかんから、俺だったら一緒について行ってあげるけど、って、まあ、大きな声で言ってきたんですよ。ね、で、けど、そんなとこに、ナルトのレッサンスリゾートホテルのマネージャーのアリーさんがいるって僕分からなかったから、後から思い出したんですよ。アリーさんが警察官だっていうことを聞いてるんですよ。なんか、何回も、多分1週間に1回ぐらい警察手帳も見せてもらわなかったら、あと理由も言ってくれなかった。何がなんか、もう訳分かんないですよ、本当に。で、この辺にアリーさんらしき人物だと思うんですよ。わかんないですよ。もういろんな人と関わってるから。で、子供抱えていて、そのね、もう僕からしたらね、なんかこいつタメ口聞いてきたぐらいにしか思わなかったんですよ。こっちはもう生まれ、子供いるけどとか、そういうふうな形で、もう絡んでこられたって思ったんですよ。もう僕の人生、こっちの話、多分アリーさんも後から聞いてびっくりしてる方だと思います。本当に皇室の人たちと二十歳前後ぐらいの頃からお会いしていろんな話してますし、秋篠宮家の文仁様とかとも仲良くしていただきましたし、その頃ご幼少の頃の佳子様、眞子様を手つないでフルーツパーク内をいろんなところ行って、屋根の中どうなってんのって、まあじゃあ連れて行ってあげるわっていうことで、まあ4階事務所とか一緒に行ったりとか。
まあ、そういう関係で、当時の大臣の方とかがもうすでに淡井圭介に会いに来てるんですよ。で、その後、将来、総理とか目指される方たちも僕に会いに来てるんですよね。で、未来から多分そういう情報を得て、自主的にもう、分かった、もうその道へ行くわって腹くくってる人たちも中にはいると思うんですよ。安倍晋三さんは間違いなくもう18歳の頃僕と会ってるし、多分あの人神戸市の神戸製鉄所の人だから、僕が子供の頃校外学習とかで多分神戸製鉄所とか行ってると思うんですよ。幼稚園の頃川崎製鉄所の造船所の、船がその出港するところ、初めて進水式、あれは見に行ったことあるんですよ。こんな大きなものが倒れてきたらどうするんだろうって、正直怖かったですね。大きすぎて船のドック。あれ、下、レールがついていて、車輪がついてるんですよ。あれで、海の中入っていくんですよ。で、浮くんです。川崎重工。で、安倍晋三さんは岸信介という元総理のお孫さんじゃないですか。だから、みんなその血筋からもなかなか逃げられないし、そういった部分で総理になってるっていう状況があるんですよね。で、麻生太郎さんももともと皇室の血を引く家系の人です。だから、いろんな人間から変に誤解される、あいつは金持ってると。違う違う、阪神・淡路大震災があったから、全無理、本当に。地方交付税法とかも知ったら分かりますから、公務員の人たちだって大したボーナス、神戸市民の職員の人たちもらえてなかったはずですよ。で、今でも多分そうだと思います。これだけ少子化が進んでしまったから、もう日本中どこも同じだし、世界中どこも同じなんですよ。世界先進諸国どこもね、出生率2%でもともと人口横ばいなんですよ。もともと半分の人は、出産、まあ、結婚して出産子育てまでたどり着けてるんですよ。で、昔は7世帯に1件が離婚だったんですよ。だからお金で揉めてる方だったかもしれないですよ。その会社の倒産云々とかね。テレビ局ぐらいじゃないですか、浮気者のドラマとか。もう放送すんなって言ってるんですよ。だいぶ前から、数年前から。お前ら本当にそれ放送するんだったら、本当に法で出てもらうからなっていうことで。もうそれだけの過去があったんだろうって。性被害者の話も、青木圭介の話、出回ってるだろうって。動き見たらわかるから、この辺歩いてるから。追い打ちでもかけに来たのって思うから。本当、下着以上の写真集を出したやつ、僕としては本当に制裁を加えたりとか、金銭的な。国庫に返納。社会全体を歪ませたから、みんなの。髪の毛染めてる、テレビ出てた、3割返納せえって。そういう内容も高等裁判所に上がってるから。もういいよ、お前らがお金持ったらろくなことせんよって。出版社どこやねんの話。で、お金がないんだったら自分からどういうふうな状況でその出版社が動いたかちゃんと白状せえって、法廷でって。菅野さんからしたら、男性のね、菅野美穂の話とつなげられたら、その人の人生持ちこたえられなかったり、疑われるから、電波でその人も歩かされた方なのか、あの漫画きついから、そういう意味でもね、一回やめたんですけども、まあ、途中からね、エロシーンなくなったでしょ、結構前から。はずなんですよ。僕もその漫画はっきりもう覚えてないから、仮に行かなきゃったら覚えれないから。君たち、阪神・淡路大震災の被災者利用してること分かってるっていう話、1円ももらったことないよって。フルーツはパークにご飯食べに来た。全然変わらん。ボーナスするものだったことない、フルーツラパーク。それどころか、割増賃金の残業手当ついてないから、神戸市立ホテルフルーツラパークって。人材派遣会社の所属の人間っていうだけで、本当はそれものすごい違法行為。株式会社の公用にも、無理無理。法廷出ての話になる。
だから漫画業界も本当は縮小しなきゃならない。で、ベルセルクに関してはしっかりと良い内容で最後を締めくくってほしいっていうことは再度言ったんですよ。もう確保できたやろって、良い話で最後まとめんかったら無理やでって。でもその後、ある程度の時期でもう売るんやめた方がいいっていう話します。もうここで言っときます。もう最終回を迎えた後、もう1年ぐらい経過したらもう売らなくていい。もう本屋の棚から消えてほしい。無理や。ナルトネサンスリゾートホテルのその女性の確か田中っていう名前だったと思う。もうありふれた名前だし、もうわからないと思う。みんな本当に運転免許証とか見せてもらわなかったら、身分証明書、いや、その短く髪の毛短かった頃のキャスカーがその人の顔そっくり。もう一応その人って呼んでますけども、僕より年下のはずです。1歳多分ね。で、向こうはキャプテンランクで、僕は人材派遣会社のウェイターというランクだったから、ホテルマンはウェイターがいて、ウェイターも何種類かあるみたいなんですけども、その上がアシスタントキャプテンで、その上がキャプテンで、その上がアシスタントマネージャーで、その上がマネージャーで、店長なんですよ、マネージャーは。一人で複数の店舗のマネージャーという形も小さなホテルではあるんですよ。これは大手の大企業とかの、例えば大阪ヒルトンホテルとかね、そういうしっかり売り上げのあるところの会社だったらご理解しにくいかと思いますけども、小さなホテルってそうなんですよ。複数のレストランを一人の人間がマネージャーとかしたりするんですよ。売り上げが大したことないから。いや、もともと無理なんですよ。変な競争してしまったから。あんまりホテルがないぐらいがちょうど良かったんですよ。そこに新たにホテルを作ったりするから過剰競争が発生して、どうにもこうにもならなくなるんですよ。三田市に阪急ホテルができたでしょう。無理だったでしょう。けど阪神阪急ホールディングスだから、阪神タイガースとしても、阪神阪急ホールディングスとしても、阪神阪急ホールディングスの傘下で、阪神百貨店と、阪急百貨店と、阪神タイガースとか、阪神電車、阪急電車とかあるんですよ。あと、阪急の百貨店はまだあったかな。神戸の方から撤退しました。すぐ。無理だから、ハーバーランドの。阪神淡路大震災があったんだから、無理ですよ、本当に。また、みんなお金持ってないから、百貨店なんか高いところに買いに行ける人なんかほとんどね、なんか社会のことを勘違いした人だけ。いろんな意味で。ピンハネ大王になったかどうか、人材派遣会社の人たちを雇ってしまった側の人たち。その人たち、ピンハネ大王で、本当は法廷に出なあかんがわ。被告人。もう終わりまし賃金の話した。払ってもらってない。労働基準法ぐらいみんな分かるから、ほとんどの人は。大抵の人は。もう30歳ぐらいの頃は弁護士さんなしで裁判買ってるから。当たり前ですよ。そのうち最低賃金下回るような内容で働かせるところが出てくるっていう話が昔からあるでしょ。もう、この間ちょっと前に働きに行ったら、それやられましたから。イベントスタッフ。音楽業界。板とか撤去したりする人。下の。ステージの下の。力仕事。正直、僕も今、体あんまり鍛えてないから、もう1時間超えるか超えるぐらい前から、もう息切れ。頭回んなくなる、本当に。もうあのパネルをずーっと乗せ続けてる、台車に。で、夜の11時半ぐらいに終わりました。23時30分ぐらいに。仕事終わり。だけども、しっかりとした内容の支払いに入り、最低賃金を下回ります、あの内容だったら。もう貼り付けてあるホームページ。口座に利益残るから無理や。逃げられんよ。イベントの、ね、設営スタッフを回してくれって言ってたところにも責任あるから。背広着てた連中何なの？髪の毛染めた僕より年下の連中。拡声器持ってるだけ現場で働いてなかったやつら。公務員？公職員証書、もう剥奪や。公務員だったら。神戸市議会がある、神戸市役所の上の方で淡いケースけどすれ違わんかったか。君らが背広。20年早いよ。
公務員だから上、何錯覚してんの。原告か被告官の違いや。公務員の方が下や、もうこうなったら。民間人で法律に強い人間が公務員に対して、君法廷出なさいっていう原告側からね、あっさり言える人間がいなかったら、君たちすぐ怠けるから無理やの。背広着て現場来んなよ。仕事したふりだって言ってるやろ。お前、長距離トラックの免許取りに行けよ。長距離トラック乗れ。もう生きるか死ぬかの世界や、それ。っていう人もいましたよ、今まで。テレビのニュースでそこまで言ってる映像、たまに昔流しましたから。僕は言ったんじゃないですよ。僕は運輸業をしましたから。で、長時間労働させられて、一月370時間、居眠り運転で横転事故。新聞にも載りました。まあ、最後の方に、淡井さんにケアはありませんでしたっていう文章にはしてくれてはいるんですけども、ああいうのは警察官とか通して新聞になるんです。髪の毛染めてる？現場で指示？お前舐めてんの？海洋基本法だ。違反や言うてるやろ。正社員？10年早いよ。腕に筋肉ついてる？知ったこっちゃないよ。法廷出て法律教えてあるよ。講座差し押さえてあるよ。そうでもせんと覚えられんのやろ。仕事の仕方。最低賃金法を下回るような内容で働かせて指示出した人間なんか鬼悪魔や。現場で。自分から聞きなさい。あなたたちどこの派遣会社の方ですかって。雇ってる側の方は。で、その話、僕は音楽業界に言うから。なーぜ現場にちゃんと金流してへんねんって。淡井圭介の元で海外に出稼ぎ行ったんちゃうんかって。東日本大震災の後や。淡井圭介は政府とか経団連とかに相談して、それなかったら無理だから海外のコンサート。向こうの名前の通ってる大物バンドとかと一緒に、させてもらったのが、ベビーメタルとか、僕も後からちょっとね、我慢変な歌詞いっぱいあるわ。で、後から気づいた方、いじめ絶対ダメっていうワード見ただけで、まあ、大手事務所にも所属してるだろうし、まあ、なんとかなるかっていうことで、まあ、東日本大震災の寄付金集め込みでね、それ、寄付金集めの話が、あるからこそ向こうのアメリカの大物バンドと呼ばれる人たちとかと一緒にコンサートを出させてもらいませんかっていうことをアメリカ政府に頼んだの。マカルパリュムとかもそうだから。あの中の一名は絶対淡井圭介が働いている時に、キムシに来てる2007年から8年、バーベキューコーナーの売店、一応聞いたその時に、事務所の人に何って言われてきたのって。とりあえず行ってこいって言われましたって。もう事務所はむちゃくちゃや。そこも一回ちょっと調査した方がええわ。その役員とか金稼ぎの道具として使ってただけかもしれんから、パフュームも。で、現場にしっかりと金回さないで人材派遣会社等を通してピンハネしてる連中、あと人材派遣会社の社員としてピンハネに回ってる人間とかもう許さへんから、本当にもう法廷に出すから。で、そこの設営スタッフのところは1日だけ仕事しました。で、そこのシステムがもうめちゃくちゃだっていうこと分かりましたから。ちょっとね、音楽業界ね、イベント、コンサートとか開くときに、自分で最後撤去してくれる。どちらにしても体鍛えるか同じだって。中間マージンで取られてるかどうするかね。別の人に仕事渡してたら話ならんから。それで、どんなステージにしたらいいかなとか分かってくるから、どういうところでライブしたら楽かなっていうところが分かるから、最初から神戸国際会館ってステージあるでしょ。何も設営なんかしなくていいでしょ。派手なパフォーマンス、いらいらん経費かかるだけやん。曲と歌詞。
ちょっとベルセルクの話からだいぶそれたんですけども、ちょっとね、もう世の中自体がもうめちゃくちゃなんですよ。社会崩壊なんかとんでも昔から発生していて、もともと社会がきっちりと回ってなかったんですよ。で、警察官が淡井圭介をちょっとしたことで強制入院、いろんなやつが外から挑発行為で物を言ってきて、変わるがあるね。あ、でも本当のこと次々上げていくから、YouTube にアップロード。誰が偽物だったか分かるでしょ。社会人としての実力よ。誰が偽物で、誰が本物か。あ、本当は、あ、別にその田中っていう女性に対して不満は持ってないですよ。働き方とかで。まあ、ちょっと変な動き、なんか日本舞踊かな、何かな、なんかちょっと変な歩き方していて、沖縄から、ゴールデンウィークの間、その前後ぐらいかな、ちょっと一瞬こう助けに来てくれた人たち2名がかな、なんか変な歩き方してるわって言ってたのかな、誰かが言ってたんですよ。誰かもう記憶僕も曖昧だから分かんない。もしかしたらその人まで警察官かもしれない。いや、分からないから、これちゃんと警察官の現行法規とか現代日本法規で警察官を警察手帳を見せなきゃならないっていうルールがあるのは、それみんな覚えられないからなんですよ。本当にもう今人材派遣業法が昭和63年に出来上がってからみんな仕事場たらい回しにされてるから、そこに警察官が1人2人入ったからといってもうどうにもこうにもできない。とりあえず事件がナウトルネサンスリゾートホテルではなかったぐらいの話にしかならないんですよ。とりあえずそこはね、割増賃金ついてましたよね。どうでしたっけ、ついてたような気がするんですよ。一応サンパレスロッコも割増賃金はついてたはずなんですよ。1日のね、7時間45分か8時間超えたら割増賃金 25% から 50%、 もうそろそろかな、今かな、厚生労働省が、割増賃金、長時間労働ね、1日あたりの、35%、 それ僕から安倍政権の時に提案しましたから、これ仕事を分け合うしかないってっていう話、ちゃんと自社雇用にしなきゃならないって、余計に、管理ができなくなるって。であとは役員の人たちが町の会社の人たちと集まる会議を作っておかなきゃならないって。でそれでこの時期こちら人手が必要ですけども、人回してもらえませんかとか、そういうふうな形で話持っていかないと、それあれはね、いやいや、もううちホテル、もうここのホテルの支店長ですけども、いやいや、売り上げもこれぐらいしかないんですよって、固定資産税これぐらいで、法人税がこれぐらいで、もう政府にしか納めなきゃならないから、従業員の数がこれぐらいでって、これぐらいで現場回しますけども、やっぱりもうこういう状況ですっていうことを言えば、他のホテルが進出してきたりしないですよ。これスーパーマーケットも同じですから。最初から無理だっていうことわかるから、だ銀行の窓口に変な人間とか、だから今のね、資源の採掘とかも世界中に私からの提案で、させていただいた部分もあるんですよ。それもしかしたら1998年ぐらいの頃から僕言ってる可能性高いんですよ。いや、だからその頃商業原理がね、いかに厳しいか自分が働いていて分かってたから、もうこれホテルマンとして働いた人じゃないとわからないかもしれませんけども、旅館でも披露宴してるところありましたよね。その人たちだったらわかるかもしれない。僕ね、同じメンバーで披露宴を行いながら同じ時間帯に宴会とか同じスタッフで回しましたから、我々、いや上の方はそういう指示を出したんですよ。自分たちで純利益なんとか出すしかないから、それ出てから俺も上にちょっと話持っていくわって、ボーナスぐらいなんとか仕上げられへんのとか、住居手当とか、扶養手当で何かもうその頃僕ね、そのいろんな人たちとお会いした話がある、月間売上フルーツラバークバーベキューコーナーで月間売上1億円以上を1997年か8年の5月、それ確かギネス記録だけども、ボーナスない、住居手当ない、割増賃金、まあ、完全に払ってもらわなかったら、これ完全に脱法行為。ね、無理でしょ、この社会。
神戸市立ホテルフルーツアーパークですよ。市が作ったんですよ。24の県よりも神戸市民の方が人口多いんですよ。ちょっとね、だいぶ話それましたけども、これが世の中の実態だから、僕も我慢の限界来たら、かなり結構厳しいこと言います。でとりあえずベルセルクは、話しっかりとした内容で終わらせた方がいい。ハッピーエンドか何かで、もう社会の実態がきつすぎるから、本当に。でも L 業界全部潰さなか、もう世の中めちゃくちゃになるから。もうなった後。もう人間不信になるだけ。どこの会社にそういう奴らが紛れ込んでるか分からへんから。で、イベントの設営スタッフでも、もうまたそいつがね、自分から率先して板持たへん、持たない、もう太った女が指示出してるんですよ。そいつに向かって僕敬語使わなきゃなんなかったんですよ、立場として。分かります？この悔しさ。めっちゃくちゃ太ってるから。自分でも持たへんからや、本当に。自分で持ってりゃ太らなかったかもしれないのに。もしくは痩せれてたかもしれないのに。もうなんかものすごい出てる。もう自分から率先して動かんやつなんか無理。最初から男女平等を守ろうとしないから。で、もうそれ、そこで頑張って力仕事せえへんから、もう、お腹出てきたりとか、どうせ二の腕ももう誰だろうなってんだろう。もうそいつに、もうそいつも髪の毛染めてるやつ。もう髪の毛染めてるやつ一人も大したやついないから。誤解気になった？知らんよ。淡井圭介の話とどちらがすごいと思ったのね。市長？知事？もう分かったから。神戸市長の笹山っていう男がどういう男だったか。神戸市は町づくり課の人間もともと。で、建設業界側の人間。で、神戸市長になって阪神淡路大震災があったのに、神戸ウイングスタジアムを作ってた人間。で、他にもいろんなことを手つけてるから。早く、全壊した家屋の解体とかを建築業者に金渡して作らせたらよかった、解体させたらよかったんですよ。建築業界の人からしたら安定して仕事があるでしょ。たらい回しになるよりマシでしょ。仕事は、僕みたいに。で、運輸業します？で、そこの運輸業の店長が警察官だった。2000年か2001年、その年、課長として働いた人も警察官。で、その店長の人、髪の毛染めてた。名前は竹縄っていう人で、もう文章公開してるから、インターネットで。で、もう一人の警察官は先、課長っていう立場の人は先田って名乗ってたんですよ、会社内で。で、警察手帳を見た永田とか、それはなしです。で、警察官の人も、こっちでは永田っていうことになってるって警察官の人が言ったりするのは、それ僕のことを信じないっていう話なしですよ。もう職場で株式会社で竹縄って名乗ったんだから竹縄。本名。ね？先田って名乗ったんだから先田。向こうに嫁入りとかで名前変わってるから。警察官の人でもしっかり調べなかったらわからないでしょ、それ。裁判所ですら5年間で、裁判番号だけ残して、終わった裁判に書類廃棄するんですよ。中国の10年で廃棄をどうこう日本のマスコミが言ってるんですよ。これぐらい世の中のこと分かってない人間がマスコミになってるんですよ。アナウンサーとかコメンテーター。ナレーションの人間も。さも10年間でするのが悪いことかのように燃やしてるっていうことを言ってるんですよ。ナレーションで。日本とか5年ですよ。いや、どういう方向に話を持っていきたいのか、そもそもわからないし、そのナレーションの人間自体、本当に人間の音声の世界ですよ、もうここまで来たら。だって画面から目離したら違う内容聞かされるんだから。こちらは電波でもハッキングされてるんだから。他の人もそれ気づいてるか気づいてないかだったっていうことで、後からわかる人はわかるから。裁判官とかは知ってるから、そのこと。もう僕は二十歳ぐらいの頃からしっかりと裁判官知ってます。で、裁判官もそういう話してます。そのテレビのニュースとか見ていても、それがわかるように放送しています。場面場面でね。ぼーっとナレーションで言ってることなんかどうでもいいから、自分で
調査するの。ナレーションと現実社会とちゃんと合ってる内容言ってるかな、テレビに実際出てる人が今何って喋ってるかな、下に書いてる字幕なんかどうでもいいんです。大事、それも言葉の切り取りになる可能性があるから、それ自分でちゃんと弁護士さんなしで裁判勝つぐらいになってから、しっかりと証拠とかなぜ必要なのか、それが理解できるようになるから、裁判とかで。こんな世の中めちゃくちゃだったってみんな分かってなかったから。もう一度言いますよ。その田中っていうナウトレッサンスリゾートホテルで働いていた女性の人は普通に働いていたと思います。いや、だからどこからどこまで普通かわからないですよ。その人たちも長時間労働させられてるから、ゴールデンウィークの時とか。で、もうゴールデンウィークの時なんかもうむちゃくちゃな勤務状況で、朝の6時出勤で、21時から22時、に仕事は、まあ、やっと帰らせてもらえるんですけども、一食もご飯食べさせてもらえなかったですから、もう24時過ぎたぐらいがもう気分悪くて、もう食べ物食べてないのに戻しそうな状況になって、もうちょっともう半泣きなりながら働いてる方、もう無理、食べ物食べなかったらもうエネルギーがなくなるから、体の。きついとこの話じゃないから、自分で試してみたらいいから。でもゴールデンウィークめちゃくちゃ忙しい時期に。それ、まず朝食で出勤したら、もうパントリーがめちゃくちゃ、もうホテルのその裏方のことをパントリーって言うんですけど、もう、めちゃくちゃ前の日の片付け終わってないから。で、すぐに僕状況、もともとホテルマンでいろんなとこ働いてきた後だから、あ、これまずいって、もう昨日の晩もうみんな、仕事放棄してもう帰ったんだっていうことを分かったから、まずドリンクのチェック、今から早急に冷やさなあかんかどうかで、冷やさなあかん、その冷やさなければならないそのシンクのところも、いろんなジュースとかのパックとかもうほったらかし、もうゴミのままで、もうそこまず片付けてきれいにして洗って、キューブアイスとかすぐに投げ入れて、もうドリンクすぐにドブ漬け、水入れて、水入れなかったら冷えないからすぐに。で、大急ぎで朝食のスタンバイして、もう、普通の平日の時か土日の時に、後から二人出勤してきて、そんなにすることもないのに、肝心要のゴールデンウィークに、朝から僕が走り回って、もう、朝食からもう大変。で、ランチもうものすごい大変、列できてるから。でランチが終わって14時ぐらいからやっと落ち着いてきたかなって、もう最悪ランチとディナーがつながるから、ゴールデンウィークってホテルって。でやっと食事行けるのかな、飯行けるのか、もう正直もう飯って言いますね、日本語だから飯でいいんです。もうやっと飯食えるわって思ったら、披露宴行ってくれって言われたんですよ。本当にランチとディナーの間行かされましたから。で、円卓ちゃんと一つ見ましたよ。戻るでしょう、ディナー。もうそもそももうスタンバイ間に合ってるのかどうかの世界。ゴールデンウィークのディナーでスタンバイ間に合ってなかったらもうどうなるか分かるでしょう。途中からディナーが落ち着いてきたら、もうそこはイタリアのレストランにもともと配属されてたんですけど、シーズンっていう。シーズンかフォーシーズン。その、ちょっと別のホテルのがフォーシーズンかシーズンだったんですよ。それはね、リッツカールトンだったような気がします。で、ナルトのエサンスリゾートホテルはマリオット系なんですよ。マリオットっていう海外の大きなグループがあるんです。ヒルトングループとかいろいろあるんです。インターコンチネンタルホテル系列とか。インターコンチネンタル系列はイギリス系です。で、マリオットは、ちょっと待ってください。イギリス系だったかな、フランス系だったかな、フランス系だったような気がするんですよ。アメリカはヒルトングループ、もともとの大元は。日本で言うと、ホテルオークラは、帝国ホテルからの派生で出来上がってるんです。帝国ホテルが日本の日系のナンバーワンのホテルです。
まあ、もともと日本の最高級ホテルは帝国ホテルで、そこを手本にして日本中のホテルがあるんです。最高級ホテルとされるあのホテルオークラとか、もともとはニューオータニとか御三家って呼ばれてたんですよ。帝国ホテルとオークラ、まあ、もうここはあの帝国ホテルの出資で出来上がったのがオークラホテルみたいなものだから、本当はもう同じ会社でしょみたいな話になりかねない、まあ、パーセンテージはそこまで 100% 出資とか 50% 以上出資じゃなかったと思うんですけども、役員送り込めるかどうかのね話、会社の方ので、ホテルニューオータニの株はもともとどこが出資してかはちょっとそれは各自で調べてください。もうそれで言い出したらきりなくなりますんで、ちょっとね、ベルセルクもあのちょっとショックの話ちょっとこれ混ぜ込んどきますね。いや、まあけどあのきついし、もうめちゃくちゃでしょう。これベルセルク今もうプロ野球をしてる時間帯だから、僕もあんまり今の時間帯に変な話できないから、笑い話あんまりしたくないから、それはベルセルク2でちょっと笑い話後で混ぜときますね。そうじゃなかった、あんな勇気すぎるから、自分たちの人生に当てはまって考えたら、生き残ってさらに戦う覚悟を持てるって、ほとんどの人間も逃げるやろうって、それは普通。いやもう誰が被害者かわからない話。本当は、20歳でヘアヌード写真集なんか出さされた人間は、会社の役員とかに金稼ぎの道具にされている方なんだけど、だけど無理。もっと本当に同じ東山小学校の出身者だったとしても、僕は無理だから。もう菅野美穂テレビ出るのやめてって、他も同じや。映画も下着以上の写真集を出した人間、下着の写真集込み、以上っていうのは込みっていうことだから、もう無理だから、テレビ出る。もう絶対無理。テレビ局と関わるのやめて。雑誌関係も同じやから。無理なの。もともとホテルマンでもそれぐらい仕事ないの。これだけ実績あった人間でも。あるの？ギネス記録。他のホテルマンの人でって。まあ他のホテルマンの人で喧嘩ってるわけじゃないんですけど、味方してほしいんです。よく世間のこと分かってない。絵を使ってまで金稼ぎしてる連中、本当に。親玉の役員の男とかも同じやん。お前ら本当法廷出ろの話や、本当に。お前らみたいなやつ野放しとって世の中まともにならへんから、本当に。もう背広も、もう回収するから。差し押さえるから。国の方で、国庫に返納せえの話や。ああ、今まだ向こうでガーンって言おうとしたでしょ。まあ電波でなんかしないけど、冷蔵庫に攻撃してくる変なシステム、もう通用しないから、そんなもの。ハワイ・ケイスケの方が原告で被害者っていうこと、世界中の政府上層部が分かってるから、もうごっちゃごちゃごちゃごちゃ抵抗してきて、どこの誰か分かったら、あれ、二階さんじゃない、二階さんじゃない、国会議員の二階さんじゃない、二階さんは出してくるわって言って、どっかに行った方が最近、証拠だと思う。過去の朝廷の方で出した映像の証拠。それで出されて、あれも整骨院終わりやから。それで車に乗ってごちゃごちゃ言いに来てた人間、ハワイケースを撮影した人間いるやろ。髪の毛染めた変な顔のやつ。お前見とっけよ。お前の名前分かった。お前絶対うつめだるから。法廷で。世の中どれだけ厳しいか、ハワイケースがどれだけ実績出したか聞かせとるか、本当に。それでも無理だから、本当にこの世の中。無理なの。仕事も絶対すると決まってるから。それ増やそうとしたら、破産して、裁判所で破産手続きされたら余計みんなのお金使われるから、税金。で、消費税上がりっぱなしになってるから。もう店開いた人間が悪い。もうこれで終了。もうそいつも髪の毛染めてたから、iPad で IK スケのこと撮影してた人間。男、顔覚えてる。客の名前とあと顔写真出てきたらもうそいつ終わりや。こっちも警戒、制度防衛、実名ぐらいさらさせてもらうの無理や。勘違いで
警察官呼んで精神病院行きにした。お前ら精神病院とか医療関係の人間、それとも違う、どこ、勤務履歴全部白状したら絶対何かで引っかかるよ。そもそも春山整骨院に出入りしてる時点でアウトなの。そこ2003年に1回解体してるから、裁判所の判決込みや。裁判官の判決に染めたら即逮捕や。そこ淡井圭介が何回も言ったやろ、そこ出入りするなって。淡井圭介に言われたらしっかり従えよ。どちら上だと思ってんの。世界中の政府上層部の人間とつながりある人間が下、そんなわけないやろ。そういうわけじゃないだろうって、もう言い方ちょっと間違えただけで、これ損って、そんなわけないやろって、損するの損漢字に直すと他にも損っていう意味あるから、コンピューターの方しっかりしろよ。漢字で損って探したらどれだけ出てくるか。孫正義さん、三国志のあの話もね、義の孫家の人たち、片い方の孫権さんとその後の孫作さんとその後の権力の権で孫権さん、はあ、あんな距離歩けるわけないでしょう。もう外交どれだけ大変だったか、国まとめていくの。だから秦の時代に一回秦の始皇帝、今のキングダムの話ね、だいぶあった。ごめんごめん、将軍になる前と将軍にその後になった、あの唐っていう、唐っていう時代、カラト代のカラトの方の字で唐という時代あったけども、月って書いた後の唐の時代もあったかもしれない。あんだけ長い歴史あったら、こっちも他国の人間わからない。刀回しながらフォルフォル、無理でしょ。笑うなって言う方が無理でしょ。あれ真面目にみんな見てすごいなって思った人間、笑われるから。本当に あいつ大丈夫かって、あんなシーン見て笑ってへんぞって。笑ってる方が普通だから、本当は。スポーツ界に笑わせてきた方が悪いルールないと無理だから、本当に。もういずれの問題、もう僕が YouTube でアップロードしなくても、もうテレビでそれ隠したとしても、誰かがそこら中で言ってるから、本当は。隠してる方がどうかしてるんです。もうそれで、もう、いろいろ突っ込まれたセリフ込みの、その、2回目のキングダム見に来てくれた人用の面白い方の話、いろいろ突っ込まれてる面白い方の話も聞いてみますの話で、映画館みんな何回も行った方なんじゃないですか。それ他の映画で見たことあるから、僕もいろいろ言ったし、他の人たちもいろいろ言ってる、その面白いところの、その突っ込まれる話の内容ね、いろいろ。あかわ、もう俺も気づいた方とか言って、あの人の声が聞こえてくるわとか。映画館で僕見に行ってる時に言われたことあるから、君のせいじゃないからって、僕も君のせいにはしないから優しい人たち。本当は俺らも君と同じこと思うからって、もう多分このシーン真面目に見た方が多分どうかしら。そんな役できます、テレビで。刀丸、ま、くる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 丸に回す、フォル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 、名前がと。だから秦の始皇帝とか、あんな中国の中華統一って、もう戦争なんか絶対しないから、もう外交だけで大変だから、間違えた地図渡されただけでもうその人遭難で死ぬから、その頃ちゃんとした地図なんか多分あんまりないって。本当にある程度川沿いとか歩いてみて、それだったらさすがに間違いないだろうの方だったんじゃないですか。アップダウン、山のめっちゃくちゃしんどいから、食料があんまりない、もう途中のどこかの村で食料を分けてもらわなかったら無理、腐るから。そんな時代に戦争なんかできないから、それ言語の違う国をなんとか、秦の始皇帝って多分、やっぱりもうみんなこんな大きな範囲で国なんか無理だってなって、三国志の時代、
もうまあ、あのちょっと話大分遅れできたので一旦もうこれぐらいにしときますね。あのベルセルクについて、あの本当はもう僕も言い出してしまった方がもう死んだことにしますって、そうじゃなかったらもう一つのあの完全に変な漫画で書き始めた方がもう僕見ましたからって、もう怒る人はもうなると思う。こんな方法であいつ金稼いでたのかって、もうみんな法律通りお給料自分がもらってないこと気づいたら経営者のことももう本当に訴えたったらいいから、役員の人たちもう間にいる課長とか部長とかも、誰の労働力でこんなに高い売り上げ出たんだろう、誰が言い出したり誰のつてとかでこんなにたくさん人来てたんだろうって。大阪ヒルドの人たちとかはまあこの辺の近くに引っ越ししておいた方がええんちゃうかって、東山高校は分かった分かった俺も一回見に行こうわっていうことで誰か見に行ってくれた人がいたらしいんですよ。多分キッチンの当料理長かその人は唐戸台の方の東神戸電鉄の唐戸台駅っていうので検索してもらったら分かると思います。あのその東の時代ね、あの実際に分かりやすい、もうちょっとこちらの今の時間軸に近い時代の方の東の東っていう料理長、大阪ヒルトンホテルの王朝っていうレストラン、そこが関西ナンバーワンの売り上げ立地条件、大阪 JR 大阪駅の目の前、そこは阪急、阪神電車の梅田とかの、まあ、もう大阪のど真ん中はもう歩いてすぐ、立地条件。だから、リッチマンとか、もともと、英語の方もね、サイ・ヤング賞って、もともと最も若い日本語と英語の混ざりなんですよ、もともと。で、立地条件と、それを、まあまあ、大体意味同じやわ、あの話で、第一次世界大戦は日本もアメリカも参加してなかったんですよ。世界連盟から日本が抜けて、アメリカは加わらなかったんですよ。国連の前のね、世界連盟。で、日本とアメリカは、ベースボールで、野球で、まあちょっと仲良くなった方。だからその後の状況とかよく分かってない人と、とかが資源の奪い合いで勘違いから始まって、あの海軍縮小制とか言われて他国に、確かイギリスとかその当時の国連だったんじゃないですかね、国際連盟かな、どちらかに言われて、まあイギリス の, あの王室の人たちは YK スケのこと知ってると思いますよ。で、まあ、エネルギーの残存量問題でね、その石油とか石炭とか いずれ枯渇するから、あのプルトニウムとかのウラン鉱のこと。だからそこウラン鉱っていう名前からしてそうなるでしょう、日本語の売らないっていう、そう簡単に手放しませんよって原発で使用しますからの方、まさかに、その日本のベースボールでなんか日本とアメリカが戦争、黒人初の大統領とか、僕は1998年にフルーツガーパークで、人権に関する作文を読んで、まあ、黒人の人への扱いですよ。だから昔の奴隷制度とかダメだったんですよ、あんなことしたから。だからね、割増賃金とか払ってあげなかったら奴隷制度だから、だからその辺のところ覚悟できてますっていうことなんですよ。法廷で被告人として立つ覚悟、逃げたら裁判自動でそのまま進みますよ。ちゃんと法律でそうなってますから、民事訴訟法から見たらいいですから。だからちょっとみんなね、あのチャンネル登録者数、皆さんあのチャンネル登録よろしくお願いします。一般人の方たちを含めて。で、ある程度の、登録者数と再生時間まで行くと多分お金が入ってくると思うんです。でそうなったらライブ中継ができるんですよ。その時にみんなで、僕は時間を、あらかじめ言っておきますから、何時から何時に公開で、放送するから、みんなで正直な意見お互い交わしましょうって。
そうしなかったらこの世の中しっかりみんな把握できないのはずっと各会社という単位で動いてしまう。どうしても。だからまとめることができなかったり、国が範囲が広すぎて、もう僕はもう本当は日本っていう国だけで本当は手一杯。だけど世界中の政治ともある程度関わってますから、北朝鮮と韓国の首脳会談、国境を越えてお互い越えてお互い笑顔で握手、ムンジェイン大統領の頃に僕からの提案で安倍政権の声にできたんですよ。まずは外交を固めましょうっていうことで、もう安倍さんを歴代任期1位の、総理へ、物事を進めましょうっていうことで僕からの提案です。請願法、法律であるんですよ、陳情で。総理を任命するのは天皇陛下だから、もともと世界中の政府上層部とある程度淡井圭介の名前を知ってる人間たちの人たち、物事はもうある程度固めてるから、もう習近平国家主席にもプーチン大統領にもすいません3期目お願いしますって僕から提案した方なんですよ、安倍政権の頃から。ちょっと途中で変わられて、もう話これだけややこしいんですけども、すいませんけども、中国の皆さん、ロシアの皆さん、もうアメリカとも仲良くしているから、もう派遣争いとあれ違うから、人材派遣会社の答えは多分本当にもうどこの国が一番最初に人材派遣業法を作ったのか、法律もうそれもう世界で公開しましょうって、もうそれやっぱりダメだったっていうことでした方がいい。本当に遠方まで働きに行かされるから、もう何のために社会保険に入ったのか分からなくなるから、最終的に若い頃に早め、もう20代前半ぐらいで結婚して、最初のもううちに家買って、で家のローンの返済を最初5年間金利負けてくれるから、安くしてくれるから、その間にできるだけ家の借金を返済しておいて、でそれから子作り、その順序で、である程度の年金だったら家のローンさえ返済終わってしまえば、あとは固定資産税だけだから払うの。だから、12万とか、そういうふうな一月の年金支給額で、いや、うちはもう家のローン返済終わってるから、で、旦那さんと嫁さん合わせたら20万以上あるから、もう余裕よって、毎日の日々の生活って、こういうふうになるんですよ。僕みたいにもう46歳になったら、もうこれで今までの件で訴えて、べっこうさんとかいろんなテレビ局からね、いろんな提案で作った番組あるから、それである程度まとまったお金が入ってきたら、その年金かけたりだとか、今から家の購入とか、所得税の控除でも1年間の最大上限なんか1000万円までなんですよ。これ以上払える人って本当にいますっていう話なんですよ、本当は。で、あと自分が社会保険かけてなかったら、老後になった時どうするんですって、その60歳超えてから家買うんですかって、そんな人いない、退職金でまずいませんって。テレビでそういう放送してたでしょ、僕もそれ見てるから。テレビの放送自体がもうベテセルフ、本当はな、ちょっとベルセルク、ちゃんと最後ガッツが幸せになれる話まとめてもらわなかったら本当に無理。多分キャスカもそう、本当は被害者、特に性被害者になった人とか、もうそれ言い始めたら仲間食われた、その柔道とかどうなるのとか、みんなハッピーエンドで終わらせてあげなかったら無理。本当にどうせ似たような顔の人とか見たことあるから、漫画とかでキャラクターにされるから、あんまりみんな書くときに誰か知ってる人の顔とかじゃなかったら無理だよ、顔書けないから。以上です。もうちょっと話だいぶ長くなりましたので、もうこれぐらいにしときますね。以上です。皆さんチャンネル登録と、あと広めてください。あとは本当の話、僕の方で漫画業界でこれから漫画書こうとか思ってる人、変な話混ぜ込んだら本当にきつくなるから、やめといた方がいい。後からどんな話になって法廷に出されるか分からないから、本当にだ、そういうことも含めて、音楽業界の人たちとかも含めて、もう僕はライブ中継でいろいろ今まで実体験言った方がいい。警察官とかもう国会議員の人たちとかもそれ絶対止めない方がいい。もう彼に本当のことを言ってもらった方がいいって。どうせ彼が原告で
あとは裁判官の判断でどう対処するかだから。で、あんまり向こう、相手の事情も聞くから、僕ちゃんと法廷で頑張って。もうすごい人の数の人の、言い訳聞いてあげなきゃならないから、僕もそれ全部対応できるかどうかわからないから、本当は。本当の話はライブ中継でできる。だからこれから先、こういうふうな言い方しちゃダメだよっていうことだけはメッセージとしてはっきりと言える。以上です。皆さんチャンネル登録といろんな人たちに広めてください。あの人の YouTube 本当に見た方がいいと。で、なんとか再生回数上げて、あの人にライブ中継してもらった方がいいって。で、謝ってくれる人は多分謝ってくれると思う。こんなプレイヤー名で絡んじゃったけども、すいませんでしたって言ってくれる人は言ってくれると思います。それで僕は救われると思います。以上です。